皆さんこんにちは。こんにちは。国拓動画チャンネルのゆっきーです。お外です。今日はですね、僕らが使っているラバーのちょっとレビューをしていきたいと思いますよっエボリューション MXP というラバーです。ティバーのラバーになってまして、硬さが2種類あって、バック面に MXP の 47.5 度、フォア面に同じく MXP の50度。結構硬いです。硬いね。硬いです。僕はですねエボリューションの MXP の 47.5 度を両面に貼っております。僕は硬いのも結構好きなんですけども、フォアとバックの感じを同じ感覚にしたいっていうのがあるので、50度も使いたいなっていうのはあるんですけども、バックでちょっと使うと若干ね硬すぎる感じもあるから、もうそこをバックに合わせて両方 47.5 度使用しております。両方特厚。めっちゃいいよねこれめっちゃいいんだよこれ。本当にね、おすすめしたい。全国の皆さんにこれ1回使ってみるとこの凄さが分かると思うけど、打ちながらレビューしていきたいと思いますんで、お願いします。お願いします。重いわ。こんなに買っても安心感がある。そうだね。気使ってミドル前ぐらいにして、そうですね、フォア前からスピードここに来たらちょっときついよ俺このその時めっちゃ速く戻ってたのごめん、カウンター大事がいい。パスもえげつない。マジ疲れた。普通に練習しちゃいましたね。めっちゃ練習した。めっちゃ気持ちくなったこれ。やっぱり楽しいんだよ。振っててどうだった？まず一言で安心感が。安心感あるね。球持ちがやっぱやばいね。弧線をめちゃくちゃ描くから本当に安定してしっかりネットを越えるんだけど、そこをオーバーせずにちゃんとね台の中に収まってくれるっていうのがもう本当に安心感があるラバーです。打球感めっちゃいい。スポンジがなんか気泡の大きいスポンジだった。うんうん。47.5 度にしては、体が柔らかくて気持ちよく打てる。あ、そうなんだ。50番50番もパワーです。50はパワー、パワーがあればぜひパワーがあれば何でもできる。えっとカットだよ、ここは。そう使えない、使わない。古すぎるネタです。50は47.5 に比べるとインパクトが結構ぶつけにいって大丈夫。弧線っていうよりは割と直線的なんだ。硬いから。ああ、じゃあスピードがやっぱすごいです。ちゃんとインパクトでこうガッと捉えることが力強くいけると回転もかかるので、ああなるほどね。ここは MXP のこの弾道もちゃんと。ああそうかそうかそうか。だからパワーがある方にはまあ50が、あこれね同じねパッケージがここに50って入ってるのか。はい、ここに50って入ってるのは50フォアです。なるほどね。入ってないのはもう 47.5 というわけだ。パワーが必要ってことなんですけど、柔らかいバージョンもありまして、MXP ではなく ELP ちょっと柔らかめに設計されてて、中級者初級者。ああなるほど。ちょっとじゃあ少し軽いみたいな感じですね、ラバー自体が。ああそれが結構いいね、使いやすい。 ELP エクストラだ。もっとすごくなっちゃう。ELP。学生さんたら僕らとか、まあ男性の方とかね、特にやっぱり学生中上級者向けのラバーとか、まあ 47.5 はでも本当幅広く多分みんな扱いやすいかなと思います。50までいくとちょっとやっぱパワーが必要っていう感じになると。弧線を描くっていうのが一つで、まああと打球感がね気持ちいい。気持ちいいです。で、まあそこの2つがもうあるからもう安心感がある。この3つね、もう素晴らしい。完璧です。はい、でさらにねコードがやっぱり何種類かあるっていうのと、まあちょっとラバーの種類 ELP まで使えば幅広く誰でも使えるようなラバーが見つかると思いますので、皆さん一回試しに使ってみたらもうやめられなくなると思いますんで、ぜひ使ってみてください。ということで、まあ、今日はね、ちょうど僕らがこれを使ってるということで、このエボリューション MXP を紹介させていただきました。まあ、これからまたいろんなラバーをちょっと紹介していこうかなと思いますので、そちらの動画もお楽しみにしていてください。はい、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。おい。